皆様ようこそ二所目のゴールドへお越しくださいまして誠にありがとうございます。今回ですね、この能楽堂はですね、昨年の1月に、正式的にオープンいたしまして、まだ1年ちょっとしか経っておりませんが、この狂言会というのは実は初めてなんです。狂言のみで催すのが初めてだったので少し心配しておったんですけども、今日もですね、皆さんにお越しいただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、桃の節句でございます。狂言といってもね、私は解説という形で大体20-30分ずっと喋ってるんですけども、今日後で解説の方がいらっしゃいますので、あまり私の門外からはですね喋ってしまうとよくありませんので、今日は、皆様にね、今日は二所目の声をちょっと初めてという方、ちょっと手を挙げていただいてもいいですか。あ、そうですか、ありがとうございます。今先ほど説明いたしました通りですね、昨年の1月に、招待制定したのは12月の10日にしたんですけれども、1年でございます。この舞台はですね、ただ能を見ていただく、狂言を見ていただく、古典芸能を見ていただくだけではなくて、皆さんにですねこの舞台の方に、ね、入ってきていただく、でも上がっちゃダメですよ、上がらなくてこの参加していただけるような、そういった催しを私はしたいと思いまして、これ開館いたしました。で、後でまた、上の方見上げていただきますと、今日はねちょっとね天気悪いんですけれども、天窓がずっとございまして、能楽堂では珍しくですね、この太陽の光を、太陽光をそのまま取り入れる形を、作っておりますので、またゆっくり見ていただければと思います。で、今日はですね、題名にもございます通り、ないですね桃の節句、出てきました、桃の節句でございます。で、この桃の節句というのはですね、この説明をね少ししていきたいと思います。もともとは上巳の節句といいましてですね、3月の、上巳とも言うんですけれども、上の蛇という字を書きます。この3月の一番最初の蛇の日に、川で身の汚れをこう清めたっていうものがあるんですね。で、これは大体3日頃だったものですから、途中から3月3日に、定められました。で、1月の7日っていうのが、人日の節句といいまして人の節句でございます。で、3月3日、それから5月5日、それから7月7日、それから9月9日という、これが五節句と言いますね。で、この五節句の中の一つでございます。で、また桃の節句というのはまた少し後で説明したいと思うんですけれども、このもともとこの汚れをこう、自分のこう清める行為というのは、6月の一番最後に名越の払いというのがございます。また12月の31日にも大払いというのがあるんですけれども、その年に2回大きなものがあるんですけど、それ以外にこの月が重なるところ、月と日が重なるところですね、しかも、この奇数ですね。で、人日の節句に関しましてはですね、1月1日ではなくて7日でございます。これはその前に鳥とかですね、鳥犬とかいっぱいあるんですけども、牛、それから、あるんですけども、そういったものの一番最後に、人が来ておりますので、この人日、人の日が、1月1日ではなくて1月7日ということなんでございます。これが七草がゆとか、そういったものにも当然つながっているわけですね。で、もともとこの上巳の日というのは女の子の節句、桃の節句イコールなんかひな祭りという形で、なってございますけれども、決してこの女性の日ではなかったんですね。ただこのように私が今申したみたいに身の汚れをこう払っていくっていうのがもともとでございました。そこにですね、この平安貴族がしておりましたひな遊びという、今風に言うと、ままごとみたいなものでございます。それとですね、だんだんこう合わさってきたわけですね。それで江戸時代になりまして、これを女性の日としようというふうに定められたそうでございます。で、この、汚れを払う時にもですね、この髪を人型に切りましてですね、それをこう身をつけて、それ息を吹きかけて、それを川にこう流していくわけですね。で、この、人型に、人形と書きますけれども、人型に切ったものを流すというのと、この、ひな遊びというのがだんだんこうくっついていくと言いましたけれども、この、ひな人形を飾るというのも、実は江戸時代
中期になってからでございます。まあ、それまではそういったことはございませんで、ただの桃のセックとも言われておりました。この桃のセックというのは、じゃあ桃はどうしてこの桃なのかということなんですけれども、この今ちょっとごめんなさい、ちょっと私は花粉症がないか知らないですけど、ちょっと声がねちょっとおかしいんです。もっとね、いつもいい声なんですよ。今日本当に残念なんですけど、もっといい時に聞いていただけるとありがたいんですけれども、季節の変わり目なのでですね、この邪気がすぐね、よってこう身を払って、血の気概を払っていくんですけれども、この桃というのは、まあ、この身の汚れを払うもの、それから霊力の強い、まあ、木だと言われております。で、またですね、この不老長寿になる、桃の実当日というのがあるんですけども、昨年の3月の聖王墓というのをこの曲をここで演じた時に申し上げたと思うんですけども、この、中国の方に伝説でございます、崑崙山とそれから蓬莱山という仙界があるんですね。で、西の方には西の彼方の方に崑崙山という山がございまして、それから東の方に蓬莱山というのがございます。で、この西のですね、崑崙山にいる、まあ、一番長が聖王墓と、ね、西に崑崙山があると言いましたので、この西側の王の母と書いて聖王墓がいるんですけども、そこにですね、3000年に一度なる桃の実があるんですね。で、この桃の実を食べると不老長寿になると言われておりますので、まあ、3000年に一度ですからね、そこに生きてる人は、まあね、なかなか、ね、いないんですけどもね、まあ、不老長寿になればそれを何回も食べるのかもしれませんけれども、まあ、孫悟空もですね、そこに行ってです、ね、大暴れをしてですね、その桃をバク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 食ってですね、それによってこの金輪をはめられるとかですね、になりました。で、またこの東の方の蓬莱山というのは、中国の本土からいたしますと、東の彼方、すなわちここですね、日本じゃないかというふうに考えられていたようでございます。ですので、まあ、和歌山とかいろんなところに徐福公園、徐福という方が、この蓬莱山というのを探しに日本のあちこちを探してたそうでございます。で、まあ、新宮の方にですね、徐福公園というのがね、和歌山の方にもあるんですけども、だからそのように、この旋回に行ってこう不老長寿になるということが、まあ、人々の願いだったわけですね。で、また、この桃というのは、奇変に、これ長というか兆しという書きますよね。まあ、これが、まあ、そういう今からある素晴らしいことであったりだ、それから不老長寿を、長寿を表していると言われております。また、この百という字がありますね。100歳という100ね、まあ、山口百恵さんという方いらっしゃいましたけども、あれも桃という読むわけですね。ということは、100歳と書いて桃とせという読み方をしたりもいたします。そのようにこの桃というのは、100というのはね、昔の人はすごく短命でございましたので、そういったように、100ということに対してすごく思い入れがあったのではないかなと思います。で、今日ね、この西宮阿南学堂にですね、来られた時、1階に飾ってあります、ひな人形、見ていただきましたか？見ていただきましたか？あ、ありがとうございます。あれ、うちの家内の、ものなんですけどもすいません、そんなこと言いました。でもですね、このね、昨日それがチコちゃんに叱られる見た人、あ、見てないですか？あ、言うな、やっぱり。なんか楽しいひな祭りですね、お代理様とおひな様二人並んで澄まし顔、ありますよね。で、このお代理様は一体誰を指しているのか、それからおひな様っていうのは誰を指しているのかっていう、問題でございました。私実はこれ知りませんでですね、チコちゃんに叱られました。というのは、このお代理様っていうのはどうしてもなんかお代理様とおひな様二人並んで澄まし顔って言ってるもんですから、なんか男の人がお代理様で、まあ、代理っていうのは、まあ、天皇のいる御所だっていうのは分かってるんですけれども、それに対してのお嫁さんのことをおひな様っていうのかなと思ったら、お代理様っていうのは二人の夫婦をセットにしてお代理様と言うそうでございます。で、おひな様っていうのはあそこに飾られてる人形全部を指しておひな様と言うそうでございます。昨日見てない方はね、一つ賢くなりましたので、誰かにですね、もう一回も知ったかぶりですね、今日言っていただくとですね、おおということに、ただしその方がね、チコちゃんに叱られる昨日見てはったら、あ、それ知ってると言われるかもしれませんけども、まあ、そのように、
この雛飾りを飾ると。それから、この、今日見ていただいたね、飾り方も見ていただきたいと思っております。で、今いろんな絵で描かれておりますのは、向かってですね、左側に、男性の方で、右側にこう女性の方が飾ってあります。いろんな絵でもそうなんです。そうです。昨日もですね、そこの伊東横ララポートに行きましたらですね、どっかの幼稚園 の、 園児が描いた塗り絵がザーッと貼ったんですよ。で、面白い絵の塗り方もあったんですけども、それも全て左側にこう男性の方、それから右側に女性の方でございました。でもこの飾り方っていうのは今現代風の飾り方で、もともと日本というのは、向かって左側に女性の方、それから向かって右側に、こう男性の方を飾っています。で、じゃあこの塔の学堂の方はどっちが左だったでしょうかっていう問題です。どっちだと思いますか。では現代風だと思った人手を挙げてください。あ、ゼロですか。あ、そうですか。じゃあ、昔ながらに飾ってたと思う人手を挙げてください。他の人は何も見てなかった。というのは冗談でございますけれども、昔はですね、例えば左大寺、右大寺言いました。左大寺の方が偉かったですから、左の方が左上位という考え方なので、そのように飾ってあるというのが、昔からなんですけども、どうもでも昨日ね、チコちゃんの中ではちょっと違うことを言ってたんですけど、私が聞いたのは、大正天皇の時にですね、英国の、イギリスを習ってですね、左に、自分からして左側に女性を座らせた、立たせたのが最初だというふうに私は聞いてたんですけども、昨日は昭和天皇からそうなってるという話だったんで、もうちょっと新しくなってるみたいなんですけどもね。ですので、そういう飾り方もですね、一つ見ていただければと思います。